とラミアン。そうですね、昨日締め日でしたからね、うん、締め日明けの、そうですね、一発目の、放送です。初めて見るっていう方がね、来てくれて、ほら、ね、ありがとうございます。初めて、多分初めて多分、そこはミソ。はい、そして僕が、帽子をかぶってますけど、カズです。カズね、はい、なんか芸能人の、なんか映画の監督さんみたいな。よっ、カットカズさん指名じゃない、カズさんに会いたがってる人がいね。カズさんに会いたい、ヘルプで全然来てください。ヘルプで会いに来てね。でそこでですね、僕先に、お二人前にして言うことでもあれなんですけど、僕、前回の放送で京都でね、僕知り合いがいないっていうことだったんですけど、ちょっと名前出すんですけど、たかこちゃんっていう方。おー、たかこちゃんですね。たかこちゃん見てる。たかこちゃん見てますか。約束通りですね、謝罪会見ということで。謝罪会見ここでやすんの。はい、京都にですね、知り合いはたかこちゃんおりました僕はたかこちゃんのことを思ってます。おお、たかこちゃんこれからいじってくるんで、よろしくお願いします。ごめんなさい。よいしょよいしょよいしょ。いやー、パチ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 。ということで ね、謝罪会見からの、いやー、本当にすみません。もうね、たかこちゃん京都、唯一の京都で僕の知り合いのたかこちゃんだけですから、本当に申し訳ないなと思ってね。はい、ちゃんと謝罪してねって来てましたね。もちろん謝罪、あ、ちゃんとね、プロネス本人かもしれないんでね。そうそういや、本当に申し訳ない、申し訳ない。もう見てください、もう顔真っ赤やないですよ、俺。大丈夫。今日なんか、カズ、今日バンジージャンプしてきたみたいなね。今日のくだり話してますか。そのくだり行きますか。早かったね。いや、急遽ですね、今日、僕ら、ロミの一部はですね、急遽、旅行に行くということで、はい、今日、群馬の、ね、どこですかね。群馬県のバンジージャンプのあるところですね。日本一高い、バンジージャンプができると言ってきたわけなんですけども、はい、まあ、もちろん僕がゲスなんでね、飛ぶ度胸もないですよ、そりゃ。はるかでしょ。やっぱりバンジージャンプする前だと、バンジー、上に立ったらやっぱり怖さ倍増なの。普段冷静な人でも、あそこ乗ってしまったら、本当に恐怖が出ます。人の弱い部分出ます。普段弱い部分、これはいけませんみたいなね、そういう人でもやってるけど、行った瞬間に堂々としてる感じでも、もうこんなんプル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 なって、小鹿のバンビミちゃんみたいな。小鹿のバンビミちゃんね、俺は小鹿どころじゃないんですけどね、大相撲部屋みたいな感じで。あ、42メートルの男っていう、62メートルです。42メートルのとこ、42メートルがもう多分ね、向かい側の、僕らが行ったところはなんか1ヶ月前にできたばっかりの所らしくて、バンジージャンプちょっと信用できないんだけど、飛びた、大丈夫なの？綱大丈夫なの？切れないの？その綱が案外細いんですよ。あガチガチに反応した。どうしたっすか、もうなんか下ネタですか。使いよい、もうペンペンどういうことなんですかね、このなんか飛びましたよ。あ、なんかこの3人すごい珍しいよね。
そうですね。あ、バンジーの、バンジーの話は抜きにして、うん、ここいきなり、いきなり飛んじゃったね。いろんな、ね、話の意味でも飛びましたけど、ね、飛んだのってここの話が飛びますけど、まあね、夏だからね、夏のせいにしちゃおうみたいな感じで、そうですね、はい、夏の何でもいけるんだよね、確かにですから、うん、ああ、数根性あるじゃんってね、飛ん、コメント飛んではないんですよ、僕飛んではないんですよで、あの、ゲスですから、飛ぶ度胸がないですよ、ああ、ね、僕もちょっとね、カズ、これまだつけてるけど、どうしたの？これまだつけてる。まだつけてる。ね、お客さん来たら出るって言ってないのに。ね、お客さん、見えない。飛んでないかって。あー、これまだ残ってます、まだ。PV。PV も、まあ、そろそろ配信するんじゃないかな。PV ね。きびだんごの PV。そう。そうですね、一応もうお店では。お店ではもうモニターに PV 流してるんですけどね。そうそう。ね、あのトイレ入っていただいたらトイレで流れてます、ね、そうですね、だから人よりも早く見たかったらお店来てくれたら見れるんですね、うん、そうですね、初回でも初回でもいいですからね来ていただけたらね聞ける、見れるっていうね、ことができますけどね、そう、踊れる踊れるね、シャンパンコールで踊りましたもんね、踊りましたね、ちょっとそうね、シャンパンコールでね生のね、踊りが、ね、生の踊りができるわけです。 でもなんか、酔っ払ってたからちょっと多分ターンのとかとか、ね、クラクラしなかった、大丈夫大丈夫じゃない、あーってなかった、僕振り返ったら、あれって思ってましたちょっとね、僕ここだけ拾いたいんですけど、カズと LINE したい、はい、LINE ID、ね、LINE の ID あれします、いやもう来てますよ、あれおー、ね、乗ってないのカオルさんの ID だけあ、そう、ID そう、ID 作ったんです、そういえば僕の ID、 あ、前なかったもんね、そう、前ね、そう、ID がなくて、はい、書きます、そうそう、書きましょう、書きましょう、書きましょう、じゃあ書いてる間に、ね、プレミアですよ、ね、書いてる間に僕のね、LINE 僕の LINE がこっちですね、あ、こっちじゃないですね、カズって書いて、カズなんとかって書いてる方が僕の LINE で、下の方が、隣のハク君の、LINE になります。僕ちょっとね、慌てて携帯をお店に忘れてきてしまったので、放送中にですね、入れといてもらえたらぜひぜひ返しますので、カズさん指名じゃないから LINE ができない、切ないというね、そうですね、一応ね、まあ、今日一日ぐらいね、爆弾今日一日ぐらい爆弾しちゃっていいかなみたいな、カオルさんのあれだったら、ね、ワンチャン、ワンチャンありかもしれない、カオルさんのね、ね、女の子であれば全然構わないんですけど、うん、全然ね、一応僕はね、あれなんですよ、一応ダメなんです、何してるの、カズはっていう、ね、暇してます、はい、毎日お茶聞いてます、はい、そこで暇してカオルさんの ID をねここで出しておきたい、こっちと見せかけてね、こっちと見せかけて、5分間しかクリップ出しません、ライトチューブと見せかけてので、5分間しか出さないで、せーの、せーの、てってれー、はい、今から5分間です、どしどし LINE ください、てってれー、これ番号、あら、一応電話番号を LINE の ID にしてるんだよ、どっちでもね、電話でも LINE でも両方いけるね、二刀流のね、使い道がね、何でもできるから、そうですね、うん、まあ、たくさん来そうなんで、ここの5分間でね、ちょっと限定しようかな、そうそう、ね、もし漏れた人はカズの方に LINE 送ってもらえたら、え、カオルさんの ID 教えたいと思うんでっていうね、やらしい、カズさん、やらしいね、カズさん、ね、カズさんってね、ご紹介してください、ありがとうございます、本日初公開なんでね、初公開なんでね、これ見てない人はね、知り得ないやつね、5分間出すって言ったのにもう閉まっちゃったっていうね、あ、5分間です、5分間出す、5分間だけ出しておきますかね、あの、悪い癖出ちゃった、悪い癖悪い癖悪い癖出ちゃった、あの、人の話聞かない悪い癖出ちゃった、カオルさん、あんまり晒さないでっていうファンからの特別にしてほしい声来てますけどね、あーっつって、もしかしてカオルさんの ID と称してカオルさんではないかもしれないですね、もしかしたら実はみたいな、実はあの謙信に送られたみたいな ね実はね、謙信の ID かもわからんすからねそうですね、ハクもこの放送時間内にね、そうですね、ね、来たらいいですよね、はい、ラインがね、僕携帯がカズさんの場合、ね、携帯がないんでどうしようもない、もしか帰ってからのお楽しみみたいなとこありますもんね、放送中に来ないショックを受けるよりかは、もう来たんすか、これ、どうだろうな、まさかの謙信から
あれそれはね、もう知らない人からだ。首にかけとこう。誰だろうこれ。いましたよ。今僕とカウルさんは携帯持ってますね。誰からですか。あ、出た。ともちゃん。ともちゃんから。ともちゃん、俺も来た。俺も来た。ともちゃん。僕も来た。僕も来た。僕も来た。いつもありがとうね。お前も来たよ。お前も来たよ。そう。ともちゃん、カズさんのファンって言っとったよ。違うのかな。みんなのファンね。みんなのともちゃんだからね。逆にね、そっちがアイドルね。逆にともちゃんアイドル。ともちゃんの方がね、僕らの中でアイドルになってますから。そうね。伯爵も来たって言ってましたから、あれみんなに優しくしてんだなと思ってね、ちょっと嫉妬してます、ね。まあそういう時もね、あれよ。でともちゃんにこれあげれば。15日はね、お盆休みということでね。ともちゃんね、これ大きくなったらもらいに行きますんでね、これともちゃんのためのことなんですね。これ絶対僕の ID がハレンチって意味じゃない。なんて書いてるんですか、ハクの名前。ちゃんたま。はい、ちゃんたま。あの大きい ちゃんたま。ちゃんたまって感じ。いや、疑問系ですから、それがどうなのか。いや、もちろんです、そうです。何たま。いや、ちゃんたまです。あ、ちゃんたま、そう、はい、やった正解。ちゃんたま正解なんすか、ちゃんたま。まあ、ね、そこは聞いちゃいかんところじゃん。ちゃんたまりんって。ちゃんたまりん。ちゃんたまりん。なんか、ハイカラやね。あるんですか、このつけたあの、あれ、意味は。ちゃんたま。なんというハレンチなって、これ、レイみたいな言うこと。ね、これ、由来ですか。僕らのね、振りに対しては全くの無視。まあ、ね、ちゃんたまの由来は何なのかっていうね。由来。由来特にないんですけど、まあじゃあハレンチっていうことでいいかな、はい、ハレンチということで大丈夫です。なんというハレンチな。いや、そうですよ、ハレンチですよ。見た目以上のハレンチですよ。なるほどね。意外にね。私の担当連絡くれないって言ってたよね。あら、この3人の中の誰かなんですかね、担当。誰なのかな。はい、この中の誰。てってれん。あ、ハレンチ。あ、まだお前じゃないか。絶対嘘。担当さん、しっかりして。絶対嘘。ハレンチって名前じゃない、ハレンチやねん。ハレンチ、ほらほら、ハレンチってことだね。ハレンチって、韓国人みたいな。境の時、あぁ、ちょっとあった気がする、確かに。あった気がする。名古屋のライブでね、見に来てくれた子たちね。久しぶり。誰かカウルさんがいて分かってるのかどうなのかですけど、まあね、ハレンチも誰がね、そんなこと言ったのか分からんけどね。本当はハレンチなんでしょ。でも言うて、そうですね、僕ね、ハレンチですね。久しぶり。カウル大好き。ハレンチも自分で終わらせてしまうんだね。そういうところがハレンチでございますよ。何が言いたいか、このグダグダか。もうそろそろいいかな、この ID は。そうですね、そろそろもうね、10分サービスしてもらったんで、ね、じゃあ、締め切りまーす。はい、はい、言うてもアップされてますからね。あ、そうですね、アップされてたね、はい、言うてアップされてますからね。いや、でもそれ考えたら気になりますよ、僕も来てるのかなと思って。結構名古屋は、名古屋私も行ったよ。結構来てくださった人 いるんですね。そうですね。ありがとうございます。ハクのことを見た人もいるんですかね。じゃあ覚えてる人。なんで僕ね。いや、カオルさんね、なんで僕、君らも戻りますから。ね、ハクも前に戻ってね。そうですね、僕は2曲踊らさせていただいたということでね、謙虚なハレンチでした。はい、パチ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 。謙虚。あら、ハクに LINE 来た。お、いや、来てないっす。あ、来てないっす。ホーム画面にスタンプ。あ、残念だね。そのともちゃんもハクには今日は送らない。今日はカオルンだけ。独占ですね。独占。さすが、すべてにおいてナンバーワンですよ。そこも独占しちゃうところ。でも、ただ今日出勤率高めて、どっちの出勤率。どっちの出勤率って何だね。この出勤率ね。そうですね、2回連続ですね、僕。あ、まさか、ね、僕もこのテロップ出る前にね、裏の方で今日誰が出るんですかって言われて、ハクですって言ったら、あ、前回出たハクさんですかって言ってましたからね。ああ、
いいね。なんかでもコメント数少ないよね今日。コメント数そうですね、うん、そうなんですか。今日なんか少ない気がする。もっともっとコメントしてきて、どんどんわらわらわらって、ね、コメント来てに対して PV 来て、 PV みんなね、PV しか思ってるね。 PV 見ていいのかな、流すか、これ流すか。カオルさんの許可で PV 頼む。日焼けして体が痛いって。ちなみにシャンパンを頼んでいただいた方は PV 付きで踊りますか。そうですよ、ね、ちょっといやらしい方です。きびだんご上がってこー上がってこーつってね、上がってこーつってね。テンションもね、そうそうそう、テンションも同時にね、上がって何でもね、もう夏のせいにシャワーっていうことでねやっていきたいですよね。いいですね、いいですね。夏のせいに、夏のせいに、夏のせいに、言うことが違う。夏のせいだったら何でも夏のせいにできますからね、このチームだったら何でも、うん、そうそうそう。ナイトチューブナンバーので上がってたのにダメなの。ナンバーので上がってたのに、何これ、ナイトチューブのナンバーの、ナイトチューブのナンバーか、ナイトチューブナンバーってなんだ、視聴率とかそんな感じの上がってくる。分かんないけどね。そうそう。そうですね。そう、すごいですね。でも PV の。なんか、でも PV コメント。あ、ロミオのナンバー PV で上がってた。あ、そうだ。そうだから、お店に来てくれた人はそれで見れるということで。まあまた来てくれた方ってことですね。そうですね。見に来てくれた方っていうか。本当ね、すごい。やっぱ。見てくれてるじゃん、見てくれてるっすね。いや、本当ですよ。でもあれって、いつ昨日でしたっけ。あ、昨日か、あ、そうだ、昨日からだ。ね、あ、見晴れするか。昨日来ていただいた方っていうか。そう、でも盛り上がってね、最後で。いや、本当ですよ。おかげさまで、ありがとうございます、うん、あ、YouTube にも上がってたよ。 YouTube に上がってない。名古屋のやつは上がってたらしいですね。あ、そうなんだ。名古屋のダンスしたやつは上がってたみたいです。そうそう、そっちだ。え、俺も知らなかった、全然。こう、あれ、意見誌って書いてます。意見誌、あの、初回でも結構でございます。身分証とね、あ、ね、そう、顔つきの身分証と顔つきの自分やったら、ね、あと、それから、あれですよ、キャッシュカードと、何でしたっけ、そうです、保険証。あ、そう、それだ、保険証バーチャーね、ぜひぜひ、初回で来れるんでね、の一番に PV 見たいという人はぜひぜひ聞いてほしいな。そうですね、伯爵さんがアップしてくれてましたね。あー、伯爵セクシーカツヤっていう ID でやってやってて、伯爵がいろいろ宣伝してくれるからね。そうですね、すごい、はい、ありがたいです。ありがたい、まあ、ロミオの宣伝部長と言ってもいいぐらいのね。そろそろ召してくれてもねって書かれてる。PV はね、そうPV いいですね、コメントの、ね、コメント1個あって、ね、もう次がもう PV、 コメントあって PV、 コメントあって PV。 みんな慎吾さんにお願いしよう、このね、場を借りてお願いしようかってね。じゃあこの場を借りて、慎吾さん見てたら PV、 お願いしてください、うん、お願いします。慎吾さん聞こえてますか。慎吾さん登場しますか。慎吾さん飲むよ。で、慎吾さんがこれで見てもらえたらいいでしょうね。そうね、慎吾さん、でもきっと多分遠くで見てくれてると思う。そうそうね、遠くだって都内とかじゃなくて。そうそう、遠くで、うん、あ、そうそう、あら、あれは V2 おめでとう。何だ、アルさん V2 おめでとう。そうですね、大久保ナイト見たよっていうことで、うん、見てくれてんですね。なんとなんと、うちのね、カオルさん、それからうちのロミオ伯爵が大久保ナイトという大久保佳代子さんのね、番組に実は出演しているんでございます。はい、おかげ。どうやって、でもなんか自分恥ずかしくて見れなかったんだけど、いや、僕はもう見た時にすごいなと。やっぱりナンバーワンだなと。いやいやいや、やっぱレポーターの人がちょっと結構綺麗な方だったから緊張したんですけどね。そう、見てみたい。なんとね、うちの湘南チェリーボーイが、シンガさん、今日テーマで出てた、大久保海斗の大久保ナイトなんですけど、なんとうちの湘南チェリーボーイには、なんとジャグジーが
ジャグジーが。ジャグジー。そう。ジャグジーがあるんですよね。こういくつあるんですかね。ジャグジーがあるんです。そう。ジャグジーあって、ジャグジーでシャンパンが飲めるみたいなね。そう。そう。ハイカラっすね。そうそう。目の前には海。目の前には海。横には、イケメン。いや、そうです。横にはね、横にはイケメンしかいないんで、僕らの横には。いやいや、海に。海に多分世界一似合わない男って言ってもあれ、あ、いた、世界一似合わない男、世界一似合わない、またくまで海がね、ちょっと似合ってない、ね、僕はちょっと海の方はね、控えさせていただいて焼けちゃいます。僕やっぱ海に行ったら一人で砂掘って、エビの子供と戯れてるのが好きなんでね。エビの子供地味ですね。地味で、地味とチビをかけたんだ、ね、それはね、PV 見せっかいってなりますよね。ね、視聴者の方はハクの話に食いついてない。あほら、つまんないよ。エビの子供ってな、え、どんな感じなの。え、こんな感じになっちゃうの、エビの子供。こうやってやめてください、やめてくださいみたいな、そんな顔性でしょ。ピュッピュッて見たいよね。確かにいる、こんなブサイクなエビが。ブサイクって言ってしまって、放送 NG 事故でしょ。ああ視聴者の方に言われるならまだしょ、まさかここでね、ブサイクって言われてね。そうそう、カズなんかギャグしてって来てますからね、カズさん。そこはね、ピックアップしたいとこなんですけどね。そうですね。ねえねえねえ、あ、しのさん、京都で見たよ。おお、京都にいた、見たいたよってこと。あ、しのさんのブログをじゃあ見てる方なんですよね。あ、なるほど。煽り来てますね、カズさんから。カズさんね、犬のモノマネ、犬のモノマネ、犬のモノマネ、じゃあカズ犬のモノマネしますか。しましょうか、しましょう。あ、じゃあ誰が一番犬のモノマネ可愛いか、可愛いっていうか、で、可愛いかいいか、ね、視聴者的にここらでね、ちょっとアンケート取りましょう。 みんな順番に、うん、ね、やっていこう。カオルさん、そして僕が順番にやる。そっちの順番なんすか。ね、そっちの順番なんすか。順番でね、やって、ね、誰が面白かったか、もしくは癒されるかですよ。かっこいいかじゃないです。へい、もうやってんの、もうやってんの。あ、もうやってる、まだやってる、やってる。今、あ、分かりましたって意味だと。あ、なるほど。じゃあ、行きますか。はい、行きますか。じゃあ、カメラ隠して。カメラ隠して。カメラ隠して。目の前行って、やっちゃう。マジっすか、そんな、そんなあれだ。いや、普段ね、そういうね、顔がね、ちょっとね。そう、見たことないからね。そういう顔もね、マジですか、視聴者の方見たいか。最下位の人罰ゲームしようよってなってますけど。最下位罰ゲーム決めようか。じゃあ先に、じゃあ罰ゲーム、視聴者の方何がいいですか。逆にね、何が見たい、うんうんうん、何が見たいかな、何が見たいのか出してもらったらね、それに合わせて面白そうとか言って。いや、もちろんカメラアップで、カメラアップでお願いします。ああ、シラフなの、ね、なかなかうちのハクがやるってことはなかなかないもんですから、うん、うちのハクがとか言って、ね、うちのポチがみたいな感じになってるから。今日初公開ですね。そう、初公開です。初公開でエコーやってくれるの。あ、エコーに期待したいと。エコー投げキッスとかね。うん、で、罰ゲームで剣心のモノマネ。罰ゲームで剣心のモノマネってなんだ。知ってる人は知ってる、剣心くん。どのようにしますか。ケンシンくんからの、そうですね、ケンシンくんのおかま、シンゴさん、シンゴさんのモノマネって、シンゴさんのモノマネする。シンゴさんのモノマネしましょう。シンゴさんのモノマネしよう。シンゴさんのモノマネに今回させてもらいます。うん、じゃあまずはね、ハクの犬の、犬のモノマネからいきますか。じゃあやってもらってね、で、視聴者の方に投票取って、で、罰ゲームの方がシンゴさんのモノマネをしてもらうと。はい、伯爵の勝ちって。じゃあ、はい、ハクね、はい、このお立ち台、お立ち台行きますか。こっちにしようか、じゃあね、こっちにしますか。はい、それではハク、はい、ハクの、犬のモノマネ。え、ここ入るの、ちょっと待って、ここ入るよ、入ってますよ、もう。あ、そういう意味で僕もうここで、ここで大丈夫よ。うん、ここで。はい、じゃあ行きます、ハクの犬のモノマネまで。はい、3、3、2、2、1、1。はい、ワオよいしょー。犬の遠吠えでした。はい、犬の遠吠えでございます。犬の遠吠えでした。じゃあ次、カオルさん行きますか。行きましょう、ね、うん、はい、カオルさん行きましょうかね。うん、じゃあカオルさんもこちらの方にお願いしていただいて。あら、もういいかな。はい、じゃあ行きますよ。はい、犬のモノマネまで。はい、3、3、2、2、1、1。はい、ドンペリワンワン。
よいしょよいしょよいしょやっぱりやっぱりさすがやっぱりねホストですよね、ナンバーワンですよ、言うことが違いますよね、ドンペリワンマンですからね、はい、そうですキャーって来てるもん、そうですよ、ね、どっちのキャーなんでしょうね、怖い意味のキャーなのか、かわいい、じゃあね、私やりましょうか、はい、私やりましょうか、ね、じゃあ僕、このこちらのあれで、はい、じゃあ、いきますか、はい、あ、いいですか、いきますよ、あ、いいですか、そこで、え、大丈夫ですか、よ、三三二二チチ、ほい。チンポこばしちゃい、まあ、しょガイ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 言わせたいねチンポこばしちゃい、来ましたねチンポこばし やりましたよ、3人ね伝統そうですゲスだなじゃあこの中でね、罰ゲームさせたい人にね皆さんの、視聴者からの、ね、統計を取らせていただいて左からハック、で、河原さん、そして僕この中の3人の中で、ね、誰に、まあ、罰ゲーム、まあ、要は残念だったか、ね、ゲスっていう意味じゃないですからね、残念だっていう意味でアンケートでございます、はい、アンケート投票しようね、それでは皆さんアンケートの方お願いします。アンケートダン、ね、アンケート結果が出る前に先に NG コメントの方が出ちゃったね、NG コメント入ります、ね、これ見えないところが余計気になるんですけどね、見れない方がいいですよね、うん、ゲス以外の言葉を書いてるらっしゃるから放送事故なんでしょうけどね、ちょっと見たいけどね、気になっちゃう、そうですね、気になっちゃう、そう眠くなってきた、今日コメント数超少ない、何これ何これ、何これ、もっとコメントしてくださいコメントしてほしいですね本当にね少ないね、今日ちなみに僕やったんですけど、僕に対してのコメントは一切ない、いや、ありました、ありましたゲス、いや、ゲスってそれ俺かどうかわからないよなんで、で、カオルさんの後のゲスだから、もしかしたらカオルさんにゲスって言ってるからね、毎回俺がゲスとは限らない、来場者少ないからね、そう、来場者今日は、そうなんですよ、ね、そうそう、でもね、あ、アンケート出ましたか、アンケート出ましたでしょうか、誰が一番ダメだった、誰が一番残念か、ね、残念か、じゃあ、アンケートスタートにしていいんですかね、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、うん、もうちょっとね、PV 見せたら、じゃあ、コメント数増えるんですかね、最悪で、もうそれでもワイル的な感じになっちゃってるんですけど、ね、やっちゃった、いいのかどうかっていうところありますから ね、言ったら集計が楽しみって言ってくれてますから、うん、行ってください、ドキドキの瞬間ですよ、もうほんまに、はいはい、はい、あーカズくん、え、ハクさんですよね、あ、僕僕ねさすが、しかもそこが揺るがない、ね、いや、申し訳ないですけど、一番、ね、そこの集計率は一番高いです、 50% ですかね、すごい圧倒的な支持率です一番カオルさんやったんですかね、ね、君たち二人とは違うわけですよゲスの極みですから、ね、こっち側サイドで受けちゃってどうしようもないよ、もう、あ、じゃあ逆に一番、良かった方、はい、あ、やっぱりね、やっぱりそうですよ、16ね、そうですよ、まあね、慎吾さんのモノマネ決定ですからね、決定、楽しみ、なんかすごい、そうですね、楽しみですね、慎吾さんのモノマネ一番難しいな、これね、今ね、慎吾さんの放送見てたらって言ったんですけど、この場面だけ見てないでほしいなと思うんですけど、じゃあ俺、慎吾さんのね、モノマネするんで、ちょっと隠していただいて、3人1で振ってもらって、じゃあ、行きますか、隠してもらって、あ、もう隠しちゃっていいですか、大丈夫、じゃあ、カズくんの慎吾さんのモノマネまで、さ、さ、ね、ね、ちち、ほい、あ、痛い痛い、アクション、痛い痛い、痛い痛い、あ、カズごめん、スルスルになっちゃった、よいしょー、よいしょやばいっしょやばいっしょ、ね、やばいっしょ、普通なんだよね、ここはあまり公表しちゃいけないんでしょうけどね、前回来ていただいた時ね、痛風、そうですよ、慎吾さん痛風なんですよね、慎吾さんね、痛風痛い、でもなんか、この仕事してる人痛風多いよね、多いですね、痛風呼び軍だったりとかね、
うちの周りだけ。あ、本当？はい。あ、そうなの？普通にはなりたくない。世界で一番。普通若い人なんないですか？あ、そうだよね。あのね、なんかそういうこと言われちゃったらね、僕。次回、しんごさんに謝罪だね。ね、たかこちゃんに謝った次は、しんごさんに謝らなきゃいけない。いや、いいですよ。もう謝罪会見でね、謝罪から始まって、謝罪で終わるっていう。あ、元です。ね、ね、なんでしょう。なんでしょう。そんなに俺似てなかったんですか、しんごさん。いや、だって、しんごさんの、あの、純也さん、あ、前回の放送見てる方は分かると思うんですけど、純也さんが、しんごさんの、そのね、こっち側に座ってちょっと数分で足を痛めてた時の写真があるんですよ。それを似顔絵で描いたのを僕がさらに真似をしただけなんですけど、そんなに似てないっすか？なんか普通の痛風のおじさんだなと思って、はいはい、普通の慎吾さんは誰が暇や、誰が暇や、失礼でしょ。俺の名前のカズ、同じビルのホストさんかな、あ、違うかな、あ、そういうの言っちゃいけないか、うん、そういうの言っちゃいけない、そうですね、そういうのは言っちゃいけないです。いや、綴りが一緒なんですか？カズカズ。他に綴りあるんですか？いや、他に綴りありますか？カズってなってる人もありますかね。 S になる、 SU になってる、いますよね。俺の名前もカズ。あなたは後悔しますよ、カズにしたこと。ゲスバージョン、ゲスバージョンいきますか、ね、ゲスバージョンいっちゃう。ゲスバージョン、なんですか？ゲカズのズとかけてる。ゲス、なるほど。あ、質問タイム、質問タイム。お、何ですか？質問タイム、質問タイム。カズ、何かして、質問した、質問じゃないです。全然質問やないやないかい。何かして来たと思ったら、じゃあ、何ですか、この部屋とワイシャツロミオ、僕だけのピンの時間作りますか？じゃあ作りましょう。1ヶ月に、そうですね、部屋とワイシャツとカズがね、部屋とワイシャツとカズみたいな感じ。部屋と T シャツのところがね、あるっすよね。あ、部屋と T シャツとカズ。いや、完全にバカにしますけどね。カオルさんの弟の調子はどうですか？どうですか？お腹の調子はどうですか？天使イケメンだからね、すごい。マジね、天使イケメンだからね。お兄ちゃんが自画自賛してますからね。全然似てないって言われるよ、ね、本当。なんと先月、7月はナンバー3。ナンバー3。ナンバー3です。ということでね、もう CM に入っちゃうみたいなんでね。そんなところで、ケンシン君、一旦 CM です。 CM です。なんでケンシン君って言ってしまったの？君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが嫌い、好き、好きだわか、ハニー。何の根拠もないです。何かしてっていうね、それに答えただけです。そうです、そうです。あとね、あのロミオがですね、お盆休みのお知らせです時にね、しておきたいんですけど、はい、13、14、15、ちょうどお盆ですね、全く、ね、世間一般的なお盆、13、14、15がお休みでございます。ナイトチューブもお休みなんでね。そうなんですよ、15日、ナイトチューブも15日ね、ちょうど木曜日なんですけど、お休みさせていただきます。ということは、来週の放送で、はい、休み前があれですか、したことでございます。そうですね、そうですよね、する程度、する程度、する程度ね。その口調もね、誰の前なのか、誰の前なのかとか言って、する程度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 っていう人ね、早速する程度ってきました。中国東京行くのに、あら、まーちゃん、あら、中国、誰に会いに行くつもりだったんでしょうかね、中国東京に行くの、あ、ロミオのみんななのか、誰かにね。まあみんなね、うん、どうなんすかね。どうなんすかね、みんな実家帰ったりとかするんすかね。ね、実家帰ったりする、実家帰りますか、カルさんは。うん、帰る。ああ、帰ります。飛行機で、うん、ヒューって行っちゃうよ。ヒューってね、
でそれにね、あの便乗して乗っちゃえばいいと思うんで、僕も便乗してあの途中で下車してもらうんですけどね。ね、何を言ってるか分かんないけど、あの都会っ子なんでね、 JAL で来たみたいなね、帰るところもないでしょ。 JAL で来たみたいなね。僕は青森なんで13日のね、帰る朝6時半に帰れますから、一緒に乗って帰る、帰りたい。あ、じゃあそこ質問していいですか。僕と13日にあの一緒に青森に帰りたい人。テレ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 って思ったんですけど、やめましょう。青森で見てる人何人いるかですよ。でもね、意外にいるんじゃない。青森、青森いますか。青森見てくれてる人、コメントください。なんかあの、いいとものクイズ形式になりましたね。見てる視聴者の中に何人やね、青森の人がいるかみたいな、そんなくだりになってましたね。帰りたくない。帰りたくない。どこに帰りたくないんでしょうね。あ、実家に帰りたくないですかね。私13位、いわき帰るよ。いわき、いわきは岩手です。あ、そうなんですか。そうです。さすがさんさん、はい、いや、もう僕東北人ですからね。東北のことは知り尽くす。うん、ずっとカズと一緒にいるっていう、カズの、カズがね、何のカズなのかね。男の数なのか、単純に俺の数の綴りを間違えたもんなのか、どういうことなんでしょうね。どこのず、その数が気になるんですよね。ずっと数と一緒に髪の毛切りたいね。そうね。あ、数って、はい、僕も数ですの人の数かもしれない。俺の数じゃなくて、言ってる意味わかる、うん、言ってる。あの、やめよ。やめよ。やめ。あ、完全にカズ間違ってますからね。カズさん数切ってきてますからね。カズ、カズ超人気のね。あ、そうですね。カズさん13日のね、あの6時半東京駅に朝6時半来てください。僕と一緒にあの僕の時間案内しますから。おー、僕んち土地がね、いっぱいあって、母ちゃん一人で住んでるんでね、すごいでかいです。屋敷ですよ。遊び行きたい、カズんち。みんな行っちゃおう、みんなでね。間違いないですね、うん、ワンちゃん。合流差し上げますよ。地元じゃ名前知らない人いないから、ゲストで。カズさん、三寸だけ好きって書かれてます。三寸の、三寸の意味が分かってるかな。三寸、ちょっとだけっていうね。ちょっとだけ好き。まあでも嫌いよりいいですよ、好きって言われる方が。そうですね。ね、あ、お土産欲しい。お土産営業しちゃうぞ。お土産ね、お土産営業しちゃうよ、うん、俺。あら、うん、あ、髪の長さね。みんな何スタイルが好きか、じゃあ言ってきます。あ、いいよ、スタイル。何スタイルが好きか。あ、それはどっちに対して。男の長い方なのか、女性に対して。はい、女性に対して。今この女性に対してよね。リスナーの人がね、切りたいらしいんですけどね。はい、僕はわりかしどっちでもいいです。僕自身は巻き髪が大好きなので、長い方がね、僕は大好きなんです。カオルさんは、そうね、ショートかな、夏だし。あ、そうそう、そうね、夏のせいにしちゃえた。でもなんかすごいセレ、あのハリウッド女優の、ブレイクラービー、ライブリーの方みたいな女性が好き。なんか笑顔, 笑顔が素敵な人だね。あ、いいな。そう、髪型じゃないと。そう、ね、髪型じゃない、ね。もう質問外でございますよ。髪型じゃないって言われています。パクはどっちが。僕ですか。僕ショートでもロングでもストレートが好きですね。ショートだったらなんかこう大人になる感じの方が好きで、ショートにしてなんか幼くなる人いるじゃないですか。はい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 。それはダメだと。はい、それはあかんと思う。そうですか。相手も笑顔素敵だったら。お？相手も笑顔素敵だったら別に関係ない。え、どういうことなんでしょうね。カズに LINE したのに。あの、もう一回だけ言いますけど、僕携帯本当に今日ないんですよ。忘れてきてしまったんでね。だからこれからお店に帰った時に LINE が何件来てるかで僕テンション上がりますし、その帰ってきた方にはまあ少なからずね、あのお土産は約束したいな。あ、でもお土産を渡すのは直接お店での手渡し。ああ、やらしいな、やらしいな。誰も指名とは言ってないですけどね。指名で来てくれたらなお、なお、なお嬉しい。なお言ったな。そうそう。じゃあツインテールやめるよ。
え、ツインテール、ダメですよ、ダメですよ、ツインテール大好きですから。そうですね、ツインテールとロングとは違うでしょ。ツインテールもストレートですからね、言ったら。そうですよ、そうですよ。ツインテールはダメですよ、続けてもらわないとね。剣心に届けてもらったから。何を届けてもらったの？何を届けてもらったの？忘れたんだ、何を。え、忘れたの。あ、カールさん何歳？あ、吐くの知ってる子じゃないですか、ツインテールって。もう僕最初から知っとったっす。ああ、いや、ツインテールは好きです。でも巻きがち。ツインテール似合う人と似合わない人いるもんね。そうですよ、そうです、うん、ツインテールちょっと巻きがち。僕がツインテールしてみてって。あ、お前がね、ツインテール好きますか。いや、僕今日ポニーテールなんで。ポニーテールなんで今日1本なんで。何を言ってんのか、ね、1本なんで。やかましい。何がテール1本なんで。だから今日はあれでしょ、ルローニケンシン意識強くしたんでしょ。はい。でも俺に至ってはね、ツインテールやる要素がないからね、顔でかい人はツインテールアウトって言ってますから。2本にしてみて。やかい。やりましょう。痛い痛い。やろう。ゴム1個しかつけられない。あ、こんなところにヘアゴムがあるんで。ね、こんなところにこんなところがありますからね。惜しい。はい、ハクちょっとね、画面から消えてね、ちょっとやっといてもらって、その間 ね、 ないね、ね、その間ね、ちょっと僕とね、カオルさんでバーをね、あれ、話したんで、ちょっと、いやいや、もう、見たいわけですから。見せてください、見たいって。そうですよ、そうですよ。そうそう。ね、僕、こういう時だけ気が利くでしょう。ついてるだってどうやって。ナイス。その間に PV に行こう、じゃあ、一旦 PV ですってなったらいいんですけど、そういうわけにいかんからね。いかないよね。困るんですよ。ね。あんまりね、あの尺数えたらあかんですよ。もう放送時間短いんでね。はい。あ、カオルさんブログ更新して。あ、じゃあ今日から毎日更新しようかな。そう。あら、いいですか、そんなこと言って。いが、頑張る。でも、はい、続かないよね、でもブログ。そうですね。なんか、頑張んないとね。いや、僕もそうですよ。僕も4月ぐらいまでは毎日書いてたんですけど、やっぱり。もう今全然やっぱり書けないですね。もう。夏のせいでしょ。今一人ね、あの鏡の向こうで夏のせいにしてる人がいますからね。ね、見た。絶対いける。そうね、ハク君絶対可愛いからねって来てますからね。そうですよ、可愛くないわけないですよ。どんな。でだからそのぐらいで、ね、あのあれですよ、翔さんのことは楽しみにしてるんですよ。ゴム持ってよね、このままね、ツインテールが似合ってるっていうことだったらね、そのまま歌舞伎紹介ってもらってね、うんうん、ホストの初回のね、キャッチ受けてたらいいと思うんですけど、僕は。いや、されますから、ほんとに。あら、誰かもうね、あの、もう載せてくれたんじゃないですか、きびだんご。お、きびだんごの。きびだんご。YouTube のね。YouTube の。え、あれでも、PV は流れてないよね。PV はそうですね、流れてない話なんです。はい、ね、こんなところでね、ハク君の準備ができたところでいきましょう。はい、じゃあハクのツインテールまで。はい、3、3、2、2、1、1。はい、はい、ありがとうございます。今日はね、このままこのままのね、放送でこのままね、行きたいなと。いやいやいや、普通の女の子より可愛いよね。いや、本当ですよ、これ可愛い可愛い。アップで、アップ、アップして、アップして。お、あー、そのグラビア的なポーズがね、グラビア的、グラビア的な、可愛い可愛い。ね、今度ポーズ決めて。ポーズ、ポーズっすか。ポーズ、ちょっとグラビア的なやりなよもん。うん、ちょっとグラビアポーズ、うつむ的なやりなよ。やって、やりなよ、やりなよ。このままのお店出勤したらって誰やねん。あ、いいかもね。モンスタースニックの子、いつからそんなになったの。場合お母さんって。あら、まあ、僕のお母さん見てる可能性あるんでね。あ、お母さん見てるの。はい、じゃあお母さんに向かってえへんって言われないよ。お母さんにさ、お母さん何、何、何、何さんって言うんですか。お母さんですか。お母さん名前、名前ですか。名前むつみさんですか。あ、じゃあむつみちゃん、うん、やりなよ。はい、じゃあ、ちょっとね、つらんでるじゃあ、お母さんに向けて、お母さんに向けて、つらみましょう、つらみましょう。ね、今のタイミングもナイスですよね、視聴者の方、僕。いや、ナイスだったらいいですよ。次回謝罪会見で、ね、誰に謝罪すんねん。お母さんです。あはは、むつみさんですよ。
これもうたこ焼き作るなよってガチやお母さん前回見た人やんしかも倍6つ目って書いてしまったああ妹と同じお母さんに向けてやっぱり謝罪してはあはあねこういう姿見たらお母さんもねきっとなんて思うんでしょうねどう思いますか本当はまあついてる200もう終わったやつどんだけやでね、カブさんがお母さんだとどう思います？自分の息子ですよ、娘やないですよでもこんなね、綺麗な顔生まれたらもう綺麗な顔どうするってなっちゃうね泣くよって言って、ね、どうするの結果泣くよってきちゃうよかったね、これ視聴者の方俺ツインテールのとったら俺お母さんにね示しがつかなかったところですよはいねそろそろねあれ、コールにかわいい負けますよそれはいやでも言うてもね今日このまま出勤してもらう手でいますからいや可愛いのジャンルが変わってくるジャンル違ういやでもあの本当に僕画面越しに見てもそうなんですけどいますよねこういう女の子ねいやーいる気がするなんかうん本当にいますよカズさんやんないですかカズさんついていやー僕はね、やかんでしょうね見たい、見たいやわらちゃんかこれ撮ってしまったら僕頭がね、ツンツルでなってるんで今日はツンツルで次はストッキングかぶりますおーはー宣告カズもツインテールいやね、冒頭でね、さっきあれですよ顔が大きい人ツインテールしたらあかんって言ってた方がいたいや、絶対いなかったじゃないですかいや、おったんす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 確かに変わらず数にツインさせてもう一度だけ言いますけど数の漢字間違ってますかね頼む早く早くカズさんワッチャンお願いしていいですかダメですダメです次回楽しみにしてくださいあはぁほらねもうねやめろ賛成派と反対派が今戦ってるとこですからねそこの気持ちに対してね今日ね、あります、ね、でも何でも答えてくれるのがやっぱりカズさん、ね、やっぱりカズさんのいいところなんでねそれは視聴者の方もねカズさん好きなんでねう、うん、どうしても見たいあの、はい、帽子のここからね、はい、ピッて出てるて、はいはいはい、そうそう見たいねやりませんよやりませんえカズしなかったらあのことを言うよって何のことえ、なんかあるんですか捕まります夏のせいにしちゃったペロッすいません夏のせいにしちゃったからねそうねごめんね傷つけちゃったすまんなでも言うたらかんそれはそうね早押せんかいでもひたすらそれとやらんかいでもひたすらもうそれしかねやりませんはいいやねだってねここでインパクト与えてここでチンってなられてもねやっぱ視聴者の方いや絶対カズさんの方が受けるっすよ何受けるし受けるやってるわけじゃないんですよこれはカブさんやりますけどまだ髪が足んない髪が足んない髪が足んないねそうカブさんに至ってはカブさん何テールやるんですか何テールはい、発信しますかカブルのテール今から今から考えますそうですねやりますかなんとかなってまあでもなんでかんだ言うてまんざらでもないでしょ正直ちょっとやってみて最初は抵抗あったけどいやこれで歩けないですよねいや、これでは歩けないですよ。歌舞伎町は危ない街なんで。でも、歌舞伎町は初回キャッチされちゃうんで、僕。いや、本当にね、初回キャッチされるんですよ。あの、女の子と勘違いされてね。はい、僕、ヘアメイク出勤前、僕キャッチされるんですよ。初回どうですか本当にはい。僕、本当にされるっす。キャッチされるいや、僕はね、一回もないんですよ、まだ。あのどんな服着ててもないですよ。それはそうですよ。ハルカルゾーンみたいなことですからね。まあそうです。数はないでしょ。ないです。ないでしょとか言って。むしろゲイバーにしか誘われたことないですよ。ゲイバー。ガールズバーの方が誘わないでしょ、ここ。声がゲイなのと態度がゲイに見えるでしょうね。だから、ここは誘う。なるほどね。会いたい、やりない、会いたい。で、会いたい、誰に会いたいですか、この3人の中だったら。一生ファンでいるから、ついでに頼む。ああ。希望ぬということでね。ごめんなさい。
ょっと今日、ね、今日ずらなんでシングルいや本当に今日本当に申し訳ないです僕ちょっとずら本当にずらなんですよ今日ずらいやもはやねちょっと聞いてくださいよカズに会いたいって言うかなって言わせられてるだけでしょ俺の芸が見たくて言ってるだけじゃないねとりあえずあでもカオルに会いに行きたいあいいですね会いに行きたい会いに来て誰かハクに会いに行きたい子はいないですかハクに会いに行きたい子ハクアピールしたってもアピールアピールタイムアピールしたよほら3-3-2-2-1-1はい会いに来てほしいですねそりゃ会いに来ないっすよねそうですね、うん、いや会いたい来たんでね会いたいその一言でもう涙ちょちょ切れますよもうあちょちょ切れるちょちょ切れますよツインテールもちょちょ切れますよ会いたいハクがいいですねじゃあ実際ハクが来るのかどうかはね気になるところですけどね地球何回回った頃かなまさに会えるアイドル、ね、お最高の褒め言葉じゃないですか会えるアイドル会えるアイドルね本当にもうないですよ、ね、そろそろね AKB と肩並べてるとこありますからねいやでも性別的なもんで別ですから、ね、男子ですかはあ、誕生日ありがとうございますああおめでとうそうですよねいくつになったんでしたっけ僕ですか僕本当にもうツインテールの通り22ですねおおなんかキリがいいところでCM キリがいいところで CM 入りますここで CM お願いしますはい1日が30時間ぐらいあればいいのになそれぐらいやりたいことがたくさんできました誰を尊敬するかによって人生って変わると思います出会いを大切に好きだわかハニー素敵な恋にしよう初めてのキスのようなシャレな言葉じゃなくても透明な想いのままで TV がね、見たいって言うからねそうですね僕はね、その CM の間にですよ特別にね、格差社会の中を乗り越えてねそうですよ、僕はコネクションでねちょっとね、ちょっとだけそうそうそう、まあ、PV 見せてやろうかとはい、PV をね PV 来るの来ますよ、来ますよ、はい、いちゃおうやっと公開じゃあ PV まで3-3-2-2-1-1でいきますかそうでいきますかよろしいでございますかじゃあ PV まで PV まで3-3-2-2-1-1ほいAgateko, agateko, 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 agateko
上がってこーっつってね、みんなもこう上がってね、来たらね、よかったですよ、ね、最後まで僕のここのここが見せることができてですね、本当に良かったなと思うんです。まあでも、ウコン・サコンも本当にね、要所要所もいい出てますから、ウコン・サコン。そうですね。カオルさん、ちなみに身長は一応何センチ？身長は180いかないくらいですよね。2メートルいかないくらい。2メートルいかないくらいですね。そう、はい、2メートルいかないくらいでね、思ってもらえたら、ね、僕もね、170いかないくらいで思ってもらえたらいいかなってね。いやでも良かったですわ。167センチ。あー、それバレたかな。バレたかな。バレたかな。嘘やろ、嘘やろ、どちらか嘘や。でももはやそこの差はね、あのあれですよね、2メーターいかないぐらいで思ってくれたらいいと思いますよ。そうですね。いやでもね、まさかね、このね、部屋と愛称ソロミのこの放送時間内にまさか見せることができると思わなかったんでね。はい、そうですね。いや今日見てくれた人ラッキーだったっすね。いや本当に今日 ね見た方本当にラッキーだった。僕らのご利用してね、毎回流しついてるの見れたしね。そうですね。お得な日。お得な日、はい、本当に良かった。本当に本当に、ね、毎回流してってことなんですけど ね、お店ではね、お店では毎日、ね、流してますから、流れてるぜひぜひ、はい、ね、初回からでもいいんでぜひ遊びに。きびだんごの CM 欲しいって、きびだんご CM するんですかね。あ、そういう意味じゃなくて、これのあれですかね。あ、 PV 欲しいで。あ、なるほど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 。じゃあもうそろ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 ね、お別れの時間までね。悲しい、早い。いや皆さん本当にね、あの見れてよかったかなと思ってますので、はい、また次回も流せたらなと思ってますので、はい、ぜひぜひ、はい、また ね、クラブのみをまたね、好きなタイプをお願いしたいと思います。お願いします。カズ、ハク、はい、香織でした。どうも、いつでも LINE ください。はい、はい、バイバイ、ありがとうございます。でもなく黙り込んだこと見つかる。何回目の錯覚だ、笑っていたのさっきまで使い込んだ仮面をやめ。腹くだり紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を